こんにちは。今日は2022年度の共通テストの数学1、また数学 1A の問題1、その1の括弧2をしたいと思います。前回の YouTube 動画で括弧1を解いていますので、そこに続く問題です。ですので、まず括弧1で分かったことをちょっとここに整理しておきたいと思います。まず前提が、実数 A、B、C があったときに A プラス B プラス C イコール1というのがまずありました。これ丸1でしたね。そしてもう一つの前提条件があります。A の2乗プラス B の2乗プラス C の2乗イコール13という前提条件丸2がありました。そして括弧1では、AC プラス BC プラス CA イコール -6、 これを丸3としておきましょう。そしてもう一つ、A マイナス B の2乗プラス B マイナス C の2乗プラス C マイナス A の2乗。これが38という回答が前回出ました。これを丸4としておきましょう。で、今日の問題です。この括弧2の問題は、A-B イコール2ルート5という条件で考えようということですね。この時に、カッコ A-B、B-C、カッコ C-A の値を求めようという問題になります。そしてここでは、すでに、回答の方法が問題文の中自体にありますね。ここでこれが前提条件になります。ここで B-C イコール X B-C イコール X、C-A イコール Y と置く。そして X プラス Y を求めるわけですね。そうするとやってみましょう。問題は X プラス Y を求めるようということですね。X プラス Y、これは何だったでしょうか。これは B マイナス C と
C-A を足したものですね。お単純です。これ計算できますか？まあ普通の計算してみましょう。これは B-C プラス C-A、 もうそのまま括弧外せますね。そうするとマイナス C プラス C ですので、これ消えてイコール ABC の順番に並べるとマイナス A プラス B とこうなりますね。そうするとこれは、ここの丸5の条件が A-B イコール2ルート5なので A-B という形にしたいですね。そうするとマイナスカッコ A-B とこういう式に計算できます。ここで A-B イコール2ルート5でしたから丸5より -2√5 というふうに求めることができます。この -2 が桜花ですね。桜花マイナスが桜、2が花と、こんなふうに答えを出すことができます。もう一つ、縦書きの計算でもやってみましょう。まあこれで OK なんですけどね。皆さん自分の得意な計算いろいろするといいと思います。まず最初の項B-C ですね。ここ C-A、次の項と足します。この後ろの項 ABC の順に並べると -A、 それで B はなくて C があるので、ここにプラス C ですね。プラスとは書いてないですけどね。これを足します。そうすると、ここが消えて、マイナス C プラス C で0になり、答えがマイナス A。ここにプラスついてないですけど、プラス B という、こういう式にできます。そうすると、これ、この、ここに続いて、イコール、先ほどと同じ計算してマイナス A マイナス B ということで X プラス Y イコールマイナス2ルート5と、こういう計算ができるわけですね。それで今ここに X プラス Y イコールマイナス2ルート5という条件が一つ分かったわけですね。これも一つの条件になりますね。X プラス Y イコールマイナス2ルート5。今度は、
ここまで分かったときに x2 乗プラス y2 乗の値を求めようというのが次の共通テストの手順になりますね。問題の続きを解いていきましょう。問題では x2 乗プラス y2 乗の値を求めるというのが次の手順になりますね。そうするとここで x プラス y の値が分かっているのでいろんな方法を考えると思います。試しに x プラス y を2乗するとどうなるかしてみましょう。x2 乗プラス 2xy プラス y2 乗、すぐにこういうことを思いつくかなと思うんですね。でそうすると x2 乗プラス y2 乗プラス 2xy というふうに式を整理すると x2 乗プラス y2 乗出るかもしれないというふうに思いますよね。左と右を反対にして、移行すると x2 乗プラス y2 乗イコール x プラス y の2乗マイナス 2xy と、こんな式になりますね。ここに6を代入すると、そして x と y を元の b-c、c-a に戻してみましょう。マイナス2ルート5の2乗を計算すると、マイナス2ルート5かけるマイナス2ルート5、マイナスとマイナスかけますからプラスになって、4かける5プラス4かける5、2と2をかけて4、ルート5とルートかけ5をかけて5ということで、このここはマイナス2ルート5の2乗は20になりますね。しかしちょっとなんか難しそうですね。今度また b-c、c-a という分かりにくい問題が出てきてしまいました。ちょっとここでどうもうまく、どうも難しそうだな。ここは分かりましたけど、ここの xy がなかなか解けそうもない、そんなような気がするんですね。でもう一度問題をよく見てみます。するとここにまずまたカッコ1の計算からとあるんですよね。そうするとカッコ1を見ていくとここまでですね、丸1丸2丸3丸4までがカッコ1でした。ここをもう一度見直してみましょう。そうするとここで
括弧2の問題で置いたのが b マイナス c イコール x と置く、 c マイナス a イコール y と置くというふうに前提があるんですね。そして同時にここに a マイナス b イコール2ルート5と置いてみようという条件5があるんですね。ちょっとここに立ち戻って、ね、括弧1の計算からということでちょっと問題を見直してみたいと思うんですね。そうするとどうなるでしょうか。ここちょっともう一度やり直してみます。この丸4ちょっと見てみますね。そうすると a-b はもう2ルート5というふうに決まっていますね。2ルート5の2乗、そして b-c というのが x2 乗でした。プラス x2 乗。そして c-a を y と置いたので y の2乗。これは丸4より38でしたね。とこんな計算になってきますね。消しちゃいましょうか。なんかすごく簡単にできましたね。x2 乗プラス y2 乗イコール38マイナス2ルート5の2乗というこんな式になりました。ここの計算さっきしましたね。2ルート5は -20、 2ルート5の2乗は20、大丈夫かな。オール18と x2 乗プラス y2 乗イコール18という計算を求めることができました。これがキックですね。キックちょっと薄くなっちゃいましたねでした。ということでここから最後の手順に入っていくわけです。ではそれではいよいよここで括弧 a-b 括弧 b-c 括弧 c-a の値を求めてみましょう。直前の手順で x2 乗プラス y2 乗が18である、ここまで分かりましたね。これを7番目の値とします。さあ今までの過程から x はプラス y と x2 乗プラス y2 乗が分かりました。そうするとここで求めるのは a-b
括弧 B-C括弧 C-A ですので、分かっているものを代入してみます。 A-B括弧 B-C括弧 C-A です。これは A-B は2ルート5でしとおくわけでしたね。で、今まで X と Y というふうに置いてきましたので、これをそこに戻してあげますと、これは2ルート 5XY とイコールなわけですね。つまりここで XY が分かれば、この2ルート5の値が分かるという、こんなことが分かってきます。どっかでこれ XY 見ましたね。ここにはありませんね。しかし先ほど試行錯誤して、ちょっとこれではできないかなといったような方向がありました。そうです、こんな、ここで X プラス Y の2乗を計算してみる、こんなことができるんですね。そうすると X プラス Y の2乗は X 2乗プラス 2XY プラス Y の2乗というふうになります。そうしますと、すでにこの X プラス Y、 そして X 2乗プラス Y 2乗の値が分かってますね。6番7番です。そうしますと、このまま入れてみましょう。 X プラス Y の2乗X2 乗プラス Y2 乗は18です。そうしますと、左右入れ替えて、2XY イコール括弧マイナス2ルート5の2乗マイナス18と、こんな式が出てきますね。このマイナス2ルート5の2乗の、何度も出てきましたね。そう、20です。ということは20マイナス18で2になります。ここで皆さん、2ルート 5XY ですね。つまりこれはこの 2XY と比べてみると 2XY かけるルート5なんですね。このつまり 2XY は2なんですね。そうするとこれはもうここが 2XY が2、まあ、逆にここで計算して XY イコール1と計算して代入しても大丈夫ですけれども、これは2ルート5という結果になります。ということで、この2がけの答えになります。という形で
共通テスト数学1と数学 1A の問題1の1の1から2、まあ、これ続いた問題ですけれどもが回答が終了ということになります。まあ、今やってみたように途中であれこっちはどうかなとうまくいかないそういうふうな場合もあります。そんな時に、まあ、問題の方向を変えてみてやってみたわけですけれども、まあ、その途中で試行錯誤したことがもう一度後半で出てきてそれも役に立つというそんな形で解くことができました。まあ、最近の共通テストは問題を解く道筋がある程度はっきりしていてその問題文をちゃんと読むとその回答に至る道筋がもしかしたら見えてくるのかもしれません。そんな風に問題自体をよく読んであれと思ったらもう一度問題文に立ち返ってみるそんな風にするとうまく解けるのかもしれませんね。では今日はここまで。